スコミュニケーション、星さん。謎の超大型ミミズによって終末を迎えた人類、最後の砦であるアルプスの山脈に避難した主人公の人族のオスが3食満足に食べるために人類の最終兵器であるハントレスたちを使って基地を防衛するシナリオ。タイトルは2つの意味が込められており、コミュニケーションとディスコミリメートルアニケーション括弧相互不和であり、相互不和がこの漫画の核となる部分である文芸面白い部分です。ぶっちゃけ終末世界だとかの世界観の設定はこの相互不和を引き立てるためのスパイスです。主人公は超絶合理的マンな軍人であり、非合理的な振る舞いは一部の例外を除いて一切しません。例えば戦争でクズの上司が自分の上官だった場合はそのクズの上司をこっそり間引くことで戦争を有利に運ぶとか、食料が足りない場合は仲間を殺して自分の生存時間を伸ばすとか合理主義で利己的なサイコパスです。人類の最後の砦であるアルプスの基地はハントレスと呼ばれる思春期の魔改造された人族のメスたちが守っており、思春期のメスなのでほとんど全員が強烈な自我を持っており相互不信により連携しない命令を聞かないといった人物。しかしこのハントレスをコントロールできなければダメオベラだという設定です。ハントレスたちの能力は超再生能力とチート地味た筋力を持っている。ハントレスたちは殺されると1時間前の記憶を持った状態で再生される。という設定です。この1時間前の記憶を持った状態で再生する部分がこの漫画の核となる部分で、この思春期のメスたちの地雷を踏んだり選択ミスをして彼女たちの信頼スコアが落ちたりした場合は、ミスした瞬間から1時間以内に殺すことができればミスをなかったことにできるという設定。唯一軍人としての能力を持つサイコパスの主人公が毎日3食満足に飯を食べるためにいや、ハントレスたちを指揮下に置いてミミズ討伐をするというのがこの漫画のめちゃんこ面白い部分。思春期のメスの地雷を踏まない、思春期のメスの信頼スコアが上がるセリフや行動をするというのは予測不可能なので当然主人公のサイコパスはことあるごとにミスをします。その度に嘘をつき、騙して、あらゆる手を使ってハントレスたちを殺すことでミスをなかったことにするというシナリオが面白く。常にハントレス、主人公、施設の職員は相互不信関係に立たされていますが、唯一団結しないとこの先生き残れない。団結した場合はものすごい戦力になるといった利害の一致から同じ方向を向いているだけという部分が超絶面白い作品。この主人公のおサイコさんは平常世界では、参謀だったり、IT ベンチャーの社長などで運用すると能力を発揮するタイプなので、このタイプの人族を指揮官として運用しちゃダメなので、理由は多数の人族の反感を買うから組織全体の労働生産性が著しく低下するので。このシナリオの場合、このおサイコさんを指揮官にしないと人類がガメオベラするというのつきならない状況なので組織全体の反感を買うとしても指揮官にせざるを得ない部分がベネ。このおサイコさんは非常に合理的で短絡的な性格設定なので、ほとんどの問題解決方法を不確実性を殺して問題を解決するという方法を取ります。その部分が弱点となり殺害現場を予測不可能な不確実性に露見することで窮地に立たされるという部分をどうやってこのサイコパスが解決するか?というのがビモールとベネ。最後に勉強になった部分で LOL というゲームで論文化されたエビデンスで、人の悪態をつく人族が5人以下のグループにいた場合その人族が2倍以上の労働生産性を発揮できない場合は間引いた方が良い、10人以下のグループの場合は悪態をつくやつの労働生産性が10倍以上ない場合は間引いた方が全体の労働生産性が上がる。簡単に言うと、性格の悪いやつ、愚痴ばかり言うやつが組織にいたら可能な限り素早く間引くといいのぜ、ということなのぜ。